武家家族名誉伝した、坂井文子から1908年3月16日は、幕末から明治時代にかけての大名家、大名家族の女性で、雅楽頭系坂井家宗家の人物。針馬姫路藩五代藩主、坂井家十八代当主、坂井忠志学の六女で、七代藩主、二十代当主、坂井忠明の性質となった。 最後の藩主で忠明の娘婿であった23代、当主、堺忠国の創生後、忠国の維持忠明が、満8歳となるまで24代当主を務めた。1844年8月7日、姫路藩五代藩主、堺忠志学の六女として生まれる。中学は、同年10月10日に死去した。中学に、男子はなく、婿養子に迎えた一族の忠富が、 第六代藩主となった。文子は、忠富の幼女となり、田原藩主、三宅康直のこの稲若を、婿養子に迎える。稲若改め坂井忠明は1853年に、家督を相続して、第七代藩主となるが、1860年10月14日に、死去した。坂井家は、以後も、同族からの養子による後目相続が3代続いたが、 廃藩後の1879年4月17日に、当主忠国が、まだ出生していない原の子を残して死去した際、文子が家督を相続して、当主となった。1884年に、家族令が施行され、家族家の当主には誤解の爵位が授けられたが、文子は女子主のため爵位は授けられていない。 1887年6月6日、万八歳となった忠興に家督を譲る。同年同月、忠興に伯爵が授けられた。1908年3月16日、死去する。去年64。平成新宗旧家族家計体制によれば、以下の通り。太字は当主、数字は大数。ありがとうございます。